はい、こんにちは。パーカッション高見です。この動画はパンデーロの演奏で持久力をつけたいとにかく安定してリズムを叩けるようになりたいという方向けの練習動画です。これから約10分間、サンバ・バツカーダというですね、カーニバルなどでよく叩かれるリズムが流れてきます。カラオケで流れてきますので、それに合わせてひたすらですね、パンデーロを叩いていただくという練習になります。はい。で、最初から10分間叩き切ることができましたらですね、それはもう十分実際の演奏、ライブなどで使える持久力が身についていると思います。で、10分叩けない場合でも、あ、今日はこれぐらい叩けたなと。5分ぐらい叩けたなとかね、これぐらい叩けるようになったな、みたいな、自分のレベルの判断材料として使っていただけるといいかなと思います。で、叩くパターンはですね、まあ、各自練習したいパターンを叩いていただければいいんですけれども、一応推奨パターンは、ベーストゥーヒールスラップ、ベーストゥーヒールトゥーですね。前半のベースはミュートして、後半のベースはオープンにすると、まあ、よくある3番のパターンになります。はい。リズムパターンが思いつかない人はこのパターンで練習してみてください。はい。では、いよいよ今から始まりますけれども、持久力の練習だからといって、無理してね、腱鞘炎とかになってしまってはしょうがありませんので、なんか痛いとか、辛いとか、もう持てないとかね、そういう感覚にもう素直になりましょう。なんか、もう続かないなと思ったらそこでストップしてください。決して無理はせず、怪我に注意してやってみてください。僕も一緒に叩きますので、一緒に練習してるつもりでやってみてください。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。これ10分できた方もできなかった方もね、おそらくこの持ち手の方がなんか痺れて痛かったりするかと思いますので、しっかりと休めてケアして怪我などないように十分気をつけてください。で、よかったらまた再チャレンジしてみてください。はい。で、どう頑張っても10分間叩き続けることができないよという方はですね、この叩き方にロスがある問題があったり、この持ち手の方ですね、持ち方にこう手に負担がかかる持ち方をしていたり、お使いのパンデイロが自分にとってちょっと重すぎるという場合が考えられますので、なんかそういうね、双方の見直しだったりチェックするのにも使っていただければと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人のみのために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様を大募集しています。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたら、同じく概要欄見ていただいてメンバーシップ入っていただけますと大変嬉しいのでよろしくお願いいたします。はい。また毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、よろしければチャンネル登録して参加していただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。